はい、どうも、こんにちは。お久しぶりです。急なんですけど、家を買いました。やっぱバイク系 YouTuber といえば、ガレージハウスぶっ立てて、なんかバイクずらーっと並べて、みたいなのありますけど、ちょっとそれは目指さないことにして、普通に、買いました。理由としてはですね、ガレージハウスを建てたら、バイクを維持できないぐらいの金額いっちゃうってことが分かっちゃったっていう、そういう理由なんですけど、首都圏で家建てようとしたらさ、まず土地代だけでとんでもない額いっちゃうわけですよ。いや、もううちの実家の近所とかで比べたらマジで10倍ぐらいの値段するんですよね。ちょっとこれはうちの実家の近所が安すぎる問題なんですけど、うちの実家とかもう駅徒歩70分とかそんなレベルなんで、ちょっと比較しちゃダメだったかもしれないですけど、いやでもね、とは言ってもちょっと首都圏すんごい値段するんですよね、土地がね。で、もっと言うとガレージハウスって建築費も結構いっちゃうんですよね。そこにさらに昨今のウッドショックとさ、建具の高騰ですよ。それでもあっという間にもう現実を思い知らされた感じですね。もうだってあれですよ、ルネッサ先生ってヤフオクで僕9万ぐらいで買ってるんで、家の値段をルネッサ先生換算したら、だから600台分ぐらいのお金が軽くかかるわけで、600台分ってって。ということで一旦落ち着いて、ちょっと自分がマイホームに求める要素っていうのはちょっと整理してみたんですよ。まず一つ目、利便性のいい立地。僕も奥さんも共にど田舎育ちですごく不便してきた人生だったんで、でしかも奥さんが運転をしない人なんですよ。車運転しないんですよね。だからいざ暮らすとなると買い物とかさ、将来子供の学校とかね、将来の進路とか、それこそなんかいろいろ選択肢がこう田舎だとあんまり限られてきちゃうじゃないですか。って考えると、その辺がたくさん確保できるような都市部に住む方がいいんじゃねえのっていうのがまず一つで、二つ目が車とバイクが置ける駐車スペースが欲しいってこと。ゆくゆく車を買うことも想定すると、それなりのスペース欲しいよねと。で、あとはルネッサ先生と贅沢言えばもう一台バイクが置けたら嬉しいかなぐらい。そんなに広大な車2台置けますってみたいな、そんなのはいらないんですけど、せめてね、バイク2台ぐらいと車1台ぐらい置けると嬉しいなっていう感じだったんですよね。駐車スペースに重きを置いた場合って、土地を広く確保するか、もしくは1階部分をインナーガレージにして居住スペースを削るっていうことをする必要があると思うんですけど、やっぱね、土地にかけるコストを増やすのって気が引けるし、土地選びの選択肢も狭くなっちゃうわけですよね。立地も郊外になりがちですから、利便性が犠牲になる可能性がすげえ高いんですよね、その立地の面で。かといって1階をインナーガレージにしちゃうと、肝心の生活スペースがすんげえちっちゃくなっちゃうわけですよ。でそれってやっぱ子供の成長を考えたら、ちょっとそこに踏み切る勇気ないなと思っちゃったんですよね。自分の場合はあくまでバイクって趣味であって、家族の我慢の上に成り立つものにはしたくないなっていうのが僕の中にあるわけですよ。ということで、駐車スペースは欲張らず、ほどほどにっていう感じで、必要十分なサイズに抑えとこうっていうことに決定しました。で、3つ目、子育てがしやすい間取り。これはもう超最優先事項ですね。いざ子供が生まれてみてね、痛感しましたけどね、家は広さですよ。本当にもう狭すぎてもうやってらんねえわっていう瞬間がもう何千回もありましたね、この半年で。今住んでるマンションが45平米ぐらいの 2LDK なんですけど、なんかね、ダイニングのスペースとリビングのスペースが引き戸でこうちょっと仕切られてる感じなんですよ。一つ一つの空間が区切られてる感じだから、見通しが良くないのと、あと単純に狭いんですよ。特にね、リビング部分が6畳ないぐらいなので、そこに僕のこの PC デスクもあるし、テレビもあるし、今はもう赤ちゃんのプレイジムとか置いてあって、もう赤ちゃん転げ回ってるわけですよ。もう非人道的な狭さなわけですよ。僕はもう9割型テレワークのサラリーマンですから、そこで仕事してるわけで、赤ちゃんと距離が近くて嬉しい反面、普通に狭いからさ、泣き声とかもゼロ距離で浴び続けるわけですよ。で、その浴び続けながら仕事をしてるわけで、もうなんかデスクツアーとか行ってる場合じゃないわけですよ。しかもそろそろ赤ちゃんも6ヶ月超えましたから、なんかだんだん動き回るじゃないですか、多分。そうするとこの狭さって結構危険じゃねえよっていうことで、もう危機感がすごいんですよね。で、特に重視したいのがキッチンからの見通しで、子育てってとにかくキッチンでの作業が多いんですよ、思った以上にね。なんか哺乳瓶洗ったりとか、離乳食の準備したりとか、結構すごいんですよ。うちの子はもうなんか寝返りを覚え始めたので、なんかいつの間にかひっくり返ってたりとか、なんか口になんか入れようとしたり、もうとにかく目を離したくないわけですよ。ってことで、できれば目も届いて子供に声もかけられるような距離感っていうのが子供も安心だろうということで、キッチンから作業中に子供が見えるような間取りがやっぱり欲しいなというのがあります。子育てってもうあれですよ、毎日続く24時間耐久レースみたいなもんなので、ちょっとでもストレス要素を排除しておくことがもう本当大事なんですよ。そのために、多少コストをかけてでも住環境を整えましょうよっていうことで、ちょっと家いいねって、家買った方がいいねっていう判断に至った感じですね。マンションでもね、結構間取りをうまいことこう子育て向けに考えてくれてる物件っていうのは なくはないと思うんですけど、ちょっと僕の希望してるエリアにはそういう物件が見当たらなくて、正直もう半年ぐらい粘って探したんですけど、ちょっとない
ねっていう感じだったんで、もう5立て行っちゃうかっていう感じですね。やっぱ仕事も家事もね、子育てもいろいろ大変なんで、まあ、家事と子育てをできるだけ負担少なくやっていくための課金っていうのも家にバチッとぶっ込んで、建物で余裕を生むっていうことをやりたいなっていうのが3つ目で、4つ目がなるべくコストを抑えたいなっていうことですね。あの家なんかにお金をかけるなって、あの YouTuber の瀬山さんがよく言ってるんですけども、マジでその通りだと僕はもう痛感してますね。あの家にお金かけてる場合じゃないんですよね。いろいろやっぱお金って必要じゃないですか将来子供がどこに進学したいとかさ、なんかいろいろなんかとんでもないこと言い出すかもしれないじゃないですか。もうなんかパパバイオリンやらしてとか、ピアノグランドピアノ買ってとか、わかんないけどね。あとなんかなんだ歯科矯正とかさなんかすごい何百万とかのお金がなんかボンボン出てくる気がしているので、ちょっと家にお金かけてる場合じゃねえよなっていう、まああんまり家にお金かけるとちょっとルネサ先生がねどんどんボロくなってっちゃってのもあるんですけど、まあバイクを趣味にしてる人間でもあるし、子供もいる立場でちょっと家にあんまりお金かけてる場合じゃないよなっていうのがあったんで、って考えた時に、あれ全部ガレージハウスの真逆じゃんと思ってという感じで、なんかガレージハウスを諦めたというよりは、なんか今の自分の価値観にはガレージハウスがマッチしてねえんじゃねえのっていうことになんかふと気づいたっていう、そんな流れですね。いやまああの言い訳なんですけどいや買えるなら買いたいっすよ。それはもうなんかね、東京の何なんか八王子とかさ、なんかちょっと多摩の方にさ、なんか超どでかいガレージハウス買ってバイク何台も持ってよっしゃ楽しいみたいな人生めっちゃ憧れるんですけどね、え土地って値段すごいじゃないですかやっぱ首都圏に住んでる人間がねガレージハウス持てるようなそんな稼ぎじゃ僕はないので、僕がガレージハウス持とうと思ったら何かしら悪いことしてお金稼がないといけないぐらいだったんで、やめようってことで諦めましたということですね。とはいえですね、この数ヶ月間めちゃくちゃ検討を重ねて、あとは勢いでよし最後の一押しっていうのもな、勇気を持って踏み出したおかげでだいぶこう納得のいく我が家がゲットできたという状況なので、まあ我が家が引き渡しされたらですね、ちょっとその辺もなんか現物を見ながら皆さんにご紹介できればななんて思ってます。まあそんなわけでいろいろ検討に検討を重ねた結果、バイク系 YouTuber なのにガレージハウスを買わないという選択肢に落ち着きました、まあ、結局のところ注文住宅ですらない、あの建て売りにしました、まあ、一般的に安いんだけどすごくこうクオリティ面が心配みたいなイメージがどうしても建て売りにはあったんですけど、僕が買ったとこは大事なところにはコストをかけて、まあ、削るとこは削ってみたいな、自分が勉強した中では納得いくようなコストのかけ方だったんで、おこれいいんじゃねと思って、もう結局そこで契約しちゃったんですけど、なんかいい感じの建て売りを選びましたね。でまだあの外構がどんな感じになるかとか全然情報がないんですけど、まあ、とりあえずバイクと車が置ける駐車スペースと、まあ、それなりの広さと立地条件的にもかなり利便性がいいところっていうところで落ち着いたので、もうこの建て売りは行った方がいいんじゃないのと思ってもうハンコを押しましたね。やっぱバイク好きな人ってあのガレージライフとか読んじゃうじゃないですかすげえいいガレージハウスを雑誌とか YouTube とかで見てしまいがちなんで、そこに夢を持ってしまうんですけど、僕もその一人でいつかそういう何バイクいっぱい並べてなんかガチャガチャ整備とか自分でやりながら過ごせるような家が欲しいななんて思ってたんですけど、ちょっと現実ってやっぱあるからさ僕の場合はそれよりも子供とか家族のね生活の方を大事にしたい派だったんで、バイクに全振りの家にはしない方がいいねっていう、そういう判断ですね。ということでバイク系 YouTuber だけどガレージハウスは買わないっていう、そういう動画でした、まあ、とは言ってもですよ、さすがに天下の戸建てだけあって、まあ、駐車スペースちゃんとあるしバイクを置けるスペースあるので、ビルトインガレージじゃなくてもなんか外付けっていうのかな、庭とかに置くようなさ、なんかコンテナ的なバイクガレージとかテント的なあのなんかドッペルギャンガーとかが出してるようなやつ、ああいう感じのガレージってのもまあ置けなくはないと思うので、なんか意外とバイクライフ楽しめそうな余裕があるんじゃねえかとは思ってるんですけど、どうですかね。どうしよう、なんかDIY チャンネルとかになっちゃったらどうしましょうね人工芝敷いてみましたとか暴走シート敷いてみました動画とか作り出したら、ちょっとこいつあもういよいよだなと思ってください。いやね、戸建てってねやりたい放題ですからね、もう DIY とかやりたい放題じゃないですか。 DIY 動画とかちょっと最近見ちゃってるんでやっちゃうかもしれないですねぜひあの元ブログとかルネッサ関係で僕のチャンネルにたどり着いてくれた人はですね、なんでバイク乗ってねえじゃんもういいよとか言わずに、ぜひちょっとあの見てください皆さん側にどういう需要があるかとか全然気にせずに、なんか僕が楽しかったら動画にしちゃうタイプなんで、その辺あまりこだわらずにあのすげえ緩いチャンネルでやっていきますんで、その辺はあのぜひ
ご容赦ください。ご容赦ください。おかしいな。なんかお皿とか洗いながら見てもらったらいいんじゃないですか。ちょっと最近は赤ちゃんがすぐ横で寝てる日々なので、あんまりこう声を出して動画を作るっていうことができないので、もう下手したらなんか ゆっくり実況チャンネルとかになっちゃうかもしれないですけど、そうなったらちょっとこいつもう限界だなと思って見てやってください。まあそんな感じでちょっと今までと違うスタイルの動画にもなってきてますけども、ゆっくり楽しんでいただければと思ってますんで、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。